皆さんこんにちは、ワンダリグルビジです。では今回は帝徳の決断2、日本軍プレイ続けていきたいと思います。前回ガダルカナル取りましたので、今回はですね、このままエスピリスサンド、ここを取って、可能であればフィジーも取って、完全にですねアメリカとオーストラリアを分断しようという作戦を行っていきたいと思います。エスピリスサンド、フィジーともに敵の陸軍が大きく展開しているとは少し考えづらいので、少し戦力を戻しつつですね、アメリカ本土への攻撃を見据えた作戦を練っていきたいと思います。では、まず、ヤマト以下、主力艦隊の一部はですね、このまま、エスピリスサンド方面に転進。で、第五航空艦隊、ここには山口多門さんの総流が残ってるんですが、この総流はですね、一度呉に戻して、昇格型の3番艦、その空母を受領して、空母、2隻体制に戻したいと思いますので、一度呉に開港させます。まあ、戦力はだいぶ落ちますけどね。その分を昇格随下、船雲さんの第4航空艦隊で頑張ってもらいます。では、進めていきましょう。はい。ではですね、移動内容をおさらいしておきます。まず、呉に入っている第2、第11艦隊。まあ、これは戦艦部隊。特に第2艦隊の機関は戦艦武蔵です。これを札幌に向けて出撃させていきます。札幌の奪還作戦ですね。で、ポートモレスビー、ガダルカナル攻略した後、エスプリスサンドを目指す艦隊なんですが、これはですね、第1艦隊ヤマト。あとは第4艦隊。これは南雲さんの航空艦隊になっていて、昇格随格です。残りの艦隊は、補給を受けた後、トラック方面に退避していきます。では、時間を進めていきましょう。では、戦闘命令フェーズですね。まあ、ここはじゃあ、まずお前じゃないのようにですね、ミッドウェイとハワイは、毎回、索敵を行っていきましょう。で、この後ですね、札幌方面に転進するのと、エスピリスサンドですね、ここの攻略を行っていきます。ハワイも索敵を行います。まあ、基地航空隊はね、充実してますからね、敵を迎え撃つことはできるものの、奇襲攻撃を受けたり、雨が降ってたりすると、一気に旗色が悪くなるので、できるだけ早く敵を早期発見するという意味では、この行動を繰り返しておきます。では、こちらですね。まだ敵には気づかれていないことを祈りつつですね、第4航空艦隊からは、一度、部隊を出しておきましょう。索敵を一発行って、この後、空撃を行っていきます。直縁を出しているので、少し数が少ないですね。では、これで戦闘結果を見ていきます。第2艦隊、第11艦隊も札幌に向けて順調に進んでますね。第4航空艦隊からはエスピリスサンドに到達。敵は戦闘機39か。ん?ダダルカナルに敵艦隊接近?これは聞いてないぞ。駆逐艦に輸送艦。これだったら、このターンだったら、なんとかなる。うん。駆逐艦2段なので、このまま放置しておいても十分に陸戦隊2つで撃退できるな。ちょっとドキッとしましたね。敵の艦隊がいるのに気づかなかったのか。この満身が。大きなしっぺ返しにならないように気をつけましょう。あ、日本とソ連との援助協定
交渉の話が出てますけど、中国とは実はですね、講和が成立してます。まあ今、ちらっと潜水艦19が沈みましたと出ましたけど、まあただですね、中国はもはや会ってないようなものなので、何ら戦線に影響はありませんね。ちょっと潜水艦はケアしてたつもりなんですが、ケアが足りてなかったようなので、この後ケアしておきます。一気に揚陸して、エスプレッサンドを取ってしまいましょう。基地航空隊を叩けば敵の陸戦隊はいないのを確認してますからね。これで問題はないかなと思います。で、ガダルカナルに一つ敵の艦隊が出ているのを確認しているので、この敵の艦隊を次のターンで索敵して一気に壊滅させましょう。ではこれで時間を進めていきまーす。いや、第2艦隊残り物資わずかってどういうことよ。29、これは迂闊だったな。クレに戻したくない。このまま奪い取る。何としても奪い取りましょう。進む。29% あれば、2、3ターンのうちであれば持つと思うので、札幌を奪還して札幌で修復する。それで行きましょう。では、時間を進めていきます。ハワイの方でですね、索敵中に敵の艦隊発見してます。なので、これを基地航空隊で潰しましょう。まあ、幸い的に、艦隊はいないようなので、このまま、空母はいないようなので、このままですね、基地航空隊で沈めに行きましょう。一応雷撃に全部変えて、出撃を行います。確実に仕留める。2、3ターンはかかる可能性がありますね。それなりの規模の敵の艦隊になってます。久しぶりだな、このハワイで敵の艦隊の活動を見るのは。ミッドウェイの方も心配なので、ちょっと索敵、敵が近くにいるやもしれないという話だな。今の話。ここは早めに敵を見つけておきたい。が、見つけられない。いるのは間違いなさそうですね。いや、心配だな。ミッドウェイを失うと、一気にハワイまで距離が出てきてしまうので、それは避けたいですよね。では、アメリカ軍の第6艦隊に対して、ハワイの基地航空隊です。150機。戦艦。ニューメキシコ型撃沈。巡洋艦軽巡も撃沈。残り駆逐艦3ですね。では、エスピリスサンド攻略戦です。敵は陸上兵力持っていないと。いうのか、もうここでも確認が取れましたので、このまま一気に制圧していきましょう。しまった、ガダルカナルの確認をしようとしてたのを忘れた。これ、沈めてくれ。よし、壊滅させたね。駆逐艦だけとなると、だいぶ安心感ありますね。さあ、問題は東京だ。東京持つのか、これ。札幌もちょっと怖いな。第2艦隊どうする ?29。いや、これは押し切ろう。当初の予定通り。札幌に向けていきます。で、エスピリスサンドは次のターンで制圧が完了すると思われます。はい。では、戦闘命令フェーズに入ります。まず、札幌なんですが、武蔵の入った第2艦隊はやっぱり戻します。代わりといってもなんですが、第11艦隊、ここに第1陸戦隊乗ってますので、このまま砲撃を行って一気に札幌を取り返します。で、ハワイとミッドウェイですね。それぞれ敵艦隊、発見済み、あるいは移送だという報告を受けてますので、これは確実に破壊しておきましょう。
第6艦隊を取り逃しましたからね。まあ、ただ、あとは駆逐艦のみという状態のはずなので、ここは見つけ次第。残り3隻の駆逐艦、これを撃破しておきたい。が、ちょっと発見できずかな。これミッドウェー方面に向かってるのか、どこに向かってるのかまでは確認ができなかったので、心配は尽きないですね。で、ミッドウェーは敵の艦隊がいるようであれば、確実に発見しておきたいですが、発見できずだね。では、このまま時間を進めます。札幌の基地航空隊ですね。爆撃機15。これだったら大丈夫だな。はい。これでエスペリッツさんと攻略完了です。昇格随格がちょっと小中破してるので、これはエスペリッツサンドで直しておきます。ん？ミッドウェー基地に敵艦隊接近、これだよ。あんだけ作跡したのに。巡洋艦5、駆逐艦3、厳しいな。はい。最後までご視聴ありがとうございました。航空隊は内容いかがでしたでしょうか ?73! 皆さんの感想や航空隊73も失ったか。それと作敵あんだけしても見つけられないとなるとちょっとどうにもならないよね。なかなか厳しい戦いが続きますね。全体的には順調のように見えつつ、重要なところで取りこぼしがあるので、これはなんとかしていかないといけないな。さあ陸戦隊ですが、今呉の方に一つ陸戦隊配備したので、この陸戦隊を次のターンで東京に出しましょう。では移動命令フェーズを行っていきます。ではちょっと心配なミッドウェイから見ていきましょう。ミッドウェイの方なんですが、60何機一気に焼き払われたので数が減ってしまっているので、まあよりちょっとピンチな状況ではあるんですが、索敵をまずしっかり行って現れたな。こやつよ。こやつなんだ。さっきのターンで発見できなかったの痛かったな。まあ、ここは爆走雷走に変えて、前期出撃、駆逐艦を、そして巡洋艦を沈めてもらいましょう。アメリカ軍の第10艦隊ですね。前期出撃です。ミッドウェイの方に今ね、支援の艦隊を差し向ける余裕が残念ながらないので、ここは基地航空隊で頑張ってもらうしかないですね。ハワイの方は今雨です。では、エスペリッツサンドの方を見ていきます。ここはですね、昇格随格、第4航空艦隊はトラックに退避させます。で、エスペリッツサンドに入った第1、第10、第12艦隊はですね、このまましばらく待機、補給をした後、フィジー攻略に向かってもらいます。で、札幌の方ですけども、ここはですね、第11艦隊、戦艦2隻が今札幌に向かっていますというところですね。はい。では、少し今回短めですが、キリがいいので、今回ここまでにさせていただいてですね、次回は札幌の攻略、ミッドウェーの防衛、そして、フィジーの攻略、この3つをね、同時に行っていきたいと思います。では、今回はここまでにさせていただきます。